皆さん改めましてこんにちは。そして長らくお待たせいたしました。ただいまから未来ドラフト2020私と難民がつながるアイデアコンペティションオンライン決勝大会の表彰式を始めさせていただきます。未来ドラフト2020のグランプリには賞状の贈呈に加え、発表いただいたアイデアは企業が実現に向けて検討をいたします。また皆さんの投票によって選ばれたオーディエンス賞を受賞したチームにも賞状が贈られます。それでは早速オーディエンス賞の発表です。未来ドラフト2020オーディエンス賞は、経営ディフュージョナーズの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それではヤフーの鈴木さんから KB フュージョナーズの皆さんにコメントをお願いできますでしょうか。はい、オーディエンス賞おめでとうございます。投票がですね、圧倒的票数だったと聞いておりますので、非常に見ている方々に刺さったいい案だったんじゃないかなと思います。でプレゼンの後のですね、審査員コメントにもありました通り、やはり自分の社会に対するアクション、保険の可視化っていうところが非常に現れているところが、皆さんに伝わりやすかったのかなと思います。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。KB フュージョナーズの皆さんも一言お願いします。はい、その貢献の可視化っていうところは、やっぱり僕たちがこの企画を考えていくにあたって、すごい考えたところだったので、やっぱりそういうところがその審査員の皆さんにもこう伝わっていって、すごい良かったなと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。それではいよいよグランプリの発表です。未来ドラフト2020グランプリは、カレンさんです。カレンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは審査員を代表してテレビ東京の古井さんからコメントをお願いします。はい、カレンさん、おめでとうございます。愛の訳し方ということで、この企画がまずタッチであったということで、本当に身近な人と考えてきたかなということ、あと、そこからやっぱりいろんな人にこの愛の訳し方をいろいろ聞けて、本当に広がりがあるな、拡張性があるなということで、こちらの審査員が一致してですね、同じ意見でした。非常に高い評価でした。で、実現可能性っていうところで、果たしてじゃあ難民アスリートの取材っていうのが今後できるのかどうかっていうところが一つ議論のポイントでもあったんですけれども、そこは NHK の飯野さんもいろいろアドバイスをくれましてですね、難民アスリートの取材決して無理ではないということで、特に今回難民アスリートにとってもプラスの企画ですし、ここは語りたいって思ってくれるようなアスリートもいるんじゃないかと思いますので、実現にはいろいろハードルはいろいろあるとは思います。言葉の問題もそうですし、そもそもは国が違うので距離もありますし、どうやって取材するのかとか、実現に向けてはいろいろハードルはありますが、そこはちょっと我々ともいろいろと思います。テレビ東京のビジネスオンデマンドも全面協力しますので、ちょっといろいろこれからどうなっても進めていければなと思います。とにかくこの広がりと身近なテーマというところが非常に高評価でした。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。カレンさん、では一言お願いします。はい、本当に嬉しいです。今日いただいた意見を参考にして、これからも頑張ります。投票学級者の皆様、いろいろありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に素晴らしいアイデアばかりでしたので、他の審査員の皆様にも全てのそのアイデアに対してコメントをいただきたいと思います。
まずクックパッドの小竹さん、いかがでしたか？ありがとうございます。どの企画も実現したいなっていう気持ちがあります。でもちろんクックパッドのところも実現したい気持ちもあるので、違う形で何かまたご一緒する機会のきっかけをいただいたなと思っています。私自身もこれをきっかけにその難民アスリートについて知るきっかけになったので、まあ、このイベントだけではなく継続して皆さんもいろいろこのテーマについて長期的に発信していってもらえたらいいなと思いますし、私も頑張りたいなと思います。今日は楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましては紫スポーツのキムさん、いかがでしたか？はい、はい、どうも皆さんお疲れ様でした。素晴らしい発表ありがとうございました。グランプリ賞とそれからオーディエンス賞決まりましたけども、ここの皆さんのプレゼンも本当に素晴らしくて、特に若い世代の皆さんが本当に純粋に、今回難民アスリートの皆さんについて真剣に考えてここまで練り上げて今日に至ったというその努力に対して本当に頭下がります。できる限り紫スポーツが提案したお題目について考えていただいた両チームですけども、実現できるかどうか社内で揉んだ上でまた両チームにご相談なり、アイディアを交換したりすることもあるかと思いますので、その説はワールドビジョンの皆様方も含めてよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここから始まる関係になっていくといいですね。それでは続きまして NHK の飯野さん、シリアにいらした体験をお持ちの飯野さん、どうでしたか？はい、とても心が動くものばかりでですね、私がすごく好きな言葉があるので最後に紹介したいんですけど、希望があるからアクションが起こせるんじゃなくて、アクションを起こすから希望が生まれるっていう言葉があって、でその今日8チームの方々が本当に何か社会に変化を起こそうとアクションされていることがもう新たな希望をもうすでに生み出しているんじゃないかなっていうふうに感じました。でプレゼンの時にコメントしたプロジェクトに関してはもうそこで言ったんですけど、まだ言ってないところにコメントしたいんですけど、やっぱり愛の言葉っていうのは本当にみんなにとてもポジティブなエネルギーをこう広げていくかなと思うので、とっても感動しました。でシリアにいた経験で言うと、例えば恋人のことを私の太陽ですっていう言い方するんですけど、実は中東では私の月です、お月様ですっていう方が多かったりとかですね、いろいろ世界の文化の違いも見えるのでとっても面白いかなと思います。であとスチューデントとスチューデント、紫スポーツの方からも元難民アスリートの若い世代につながったらどうかっていうのが意見出てましたけど、例えばヨルダンの難民キャンプ、酒井さんも行かれたところにも17歳のテコンドーの難民アスリートがいますので、もしよかったら同世代のそういったキャンプの中のその選手は学校に行けてないんですけれども、そういう人たちとも結びついていったりとかですね、あと個人的には旗ですね、フラッグアクションは大変感銘を受けまして、どういう形で実現できるかわからないですけど、オレンジの紙を持ってスタジアムに行くだけでも、もしそれを難民アスリートが見たらどれだけ喜ぶだろうっていうふうに思いましたので、ぜひ今回選ばれなかったものも実現に向けて何らかの形で望むような形でなかったとしても実現に向けて皆さん動いてほしいなと思いますし、改めてこうつなげていく力っていうのが大事だなって思ったので、それぞれのアイデアを次につなげるっていうことを皆さん見せてくださったなと思ってますので、そのまま本当に前向きに生きていってほしいと思いますし、私ができることもお手伝いしたいと思います。長くなりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に酒井さん、はい、審査はね、もう僅差でしたね。本当に難しかったです。悩ましくてもどれもね、夢や希望があって素敵なアイデアばかりでしたので、本当に審査はとても悩み、ちょっと苦しい感じもありましたけれども、まあ、今回ね選ばせていただきましたが、でも本当にここまで皆さんたくさん
さんその難民とか難民アスリート それ以外の背景のことも含めてお勉強されて向き合ってきた時間っていうのはとても身になっていく将来につながっていくものだと思うんですね。で本当にどれも実現したいようなアイデアばっかりなので本当何かの違う形でまたねこのアイデアが生かされるといいなっていうふうに思いました。素敵な時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて皆さん、昨日6月20日は冒頭でワールドビジョンジャパンの機内事務局長もおっしゃってましたが難民の日でした。国連が定めた国際デー世界難民の日でした。ここで主催団体のこのワールドビジョンジャパンが実施している難民支援の取り組みを簡単にご紹介します。現在ヨルダンに駐在しているスタッフからの動画をご覧ください。こんにちは。中東ヨルダンに駐在してシリア難民支援事業を担当しています松崎です。皆さんはシリア難民にどのようなイメージをお持ちですか？ここヨルダンには65万人ものシリア難民の方々が暮らしています。ワールドビジョンはシリア難民の子どもたちと受け入れ国で影響を受けるヨルダンの子どもたちに対し教育支援事業を提供してきました。残念ながら今は新型コロナウイルスの影響で、対面での授業ができません。ですので今はオンラインでの授業に切り替えて行っています。シリア難民の方々もスマートフォンを持っていることが多いのですがネットが足りないなど様々な課題を抱えています。このような脆弱な子どもたちが引き続き教育を継続できるように日々チームのメンバーと奮闘しています。昨日6月20日は世界難民の日。皆さんはこの日何を思いましたか？私はこの日に家を思いました。私自身新型コロナウイルスの影響で国境が封鎖されて日本に帰ることができない状態です。ですがシリア難民の方々はこの状態がもうすでに10年ほど続いています。すべての人々に何もかもできなくても誰かにきっと何かできます。未来ドラフト2020は本日で閉幕しますが皆さんにとって新たな始まりになることを願っています。それでは皆さんさようなら。ビデオをご覧いただきました。はい、それではここで先ほど井野さんもちらっとおっしゃってましたが、はい、ヨルダンにシリアの難民の生活の様子を見に行か、ね、去年行かれたんですね。そうです。去年の夏に行ってまいりました。ちょっとシリア難民キャンプとあとヨルダンの市内にある学校なんかを訪問したんですけれどもまあ、キャンプというのはもうこれね写真出てますけど、割り算をやってますけど、はい、子どもたちがやっぱりシリア難民の方たちがたくさん来てそうしますとヨルダン の学校公立の学校に行ったりしている子どもたちはもう本当に子どもたちがたくさんいすぎて二部制というのを取ってるんですよね。午前中に、ヨルダンの子どもたち午後にシリアの子どもたちという形でなのでこう時間も短縮されたりしておりましてこのようにワールドビジョンが教育支援でなかなかそれで追いついていけない子どもたちのためにこう歩行を行ったりするようなところに行ってきました。でまだまだ難民キャンプが始まったりしてから時間は経ってますけれどもこう先の見えない出口の見えない不安というものを、ね、抱えながらでも子どもたちも難民の皆さんも一生懸命頑張って生きていてなんか非常に感動もしました。そうですか。はい、酒井さんご自身が難民問題について、はい勉強されているってお聞きしたんですけど。そうですね、もう本当にこんな年になってまた学生を始めてるんですけれども、はい、今国際協力研究科っていうところで学校でちょっと学んだりとかいろいろとリサーチしておりますけれども難民の問題もいろいろと勉強してましてで日本にも実はね難民の方いらっしゃるんでなかなかお会いする機会っていうのは少ないかもしれないんですけれどもでも一生懸命避難してきて今この日本で言葉もすごく大変だと思うんですけれども、はい、懸命に生きてる難民の人たちのことをちょっと勉強したりしています。でもここからこう勉強し直そうっていうのは
ね、いやいや結構大きなお子さんもいらして、女優さんとしての活動もされていて、そうです、ね、すごいエネルギーだと思うんですけども、何がそこまで突き動かすんでしょうね。はい、でもやっぱり今回 の、ね、学生の皆さんたちも、このもうその若い時に難民という問題をちゃんとこう面と向かって勉強していくということで、私は高校生の時なかったので、まあ、私のタイミングは今だったっていうことなんですけれども、でもそのちゃんと関心がある時に何でも学びっていうのはできるのかなって思って、世界のことをもっと知りたいっていうふうに思ってます。そうですね、そのタイミングって本当に遅すぎることはないですよね。ないと思いますね、はい、うん、そう思います。実際でもこの訪問をされてみて、はい、訪問前と後イメージは、難民の方のイメージは変わりました？そうですね、まあ、多分難民の、まあ、キャンプとかの場所にもよるんだと思うんですけれども、ヨルダンにある難民キャンプは比較的今は安定しているような状態でした。でももっとこう狭いところで密集しているようなイメージがあったんですが、まあ、キャンプのそのお家が建っているところは、まあ、密集はしているんですけれども、私が訪ねた場所はこう広大な敷地の中に、もう 何キロというような形で広大な敷地の中にこうキャンプがあるというような形だったんですよね。でその中にもそのスポーツやっぱりやっている場所もありまして、ワールドビジョンも支援しているんですけれども、サッカー場ですとか、あと空手とかもね、やってる人たちもいて、なんかその本当に限られたすごく制限をされた生活はしているんですけれども、それでもその中で工夫しながらスポーツをしたり勉強したりっていうことをされてるんだというふうに、はい、今回思いまして、イメージとやっぱちょっとガラッと違ったなっていう印象はあります。そのいらっしゃったのも研究のために行かれたんですか？もちろんそういうことも、はい、含めて含めてでもワールドビジョン の、はい、教育支援もしっかりと見ないとと思って行ってまいりました。そうですか、分かりました。はい、ありがとうございました。でも日本の学生がこうやってこんなに身近に感じる、はい、このテーマになったっていうことをご覧になっていかがですか？そうですね、本当にやっぱりまだまだどっか遠い国の話みたいな風に難民の問題っていう風に思われがちなんですけれども、今回多くの若者がこのアイデアにエントリーしてくださって、まあ、今日は、ね、最後の8組でしたけれども、たくさんの方が、ね、応募してくださっていて、こんなにもちゃんとこう関心があるんだということに私は大変嬉しく思いましたし、やっぱりその今後ね、やっぱりこういうふうにいろんな難民問題、社会問題をに関心の高い子どもたちがさらにこう友達とか、あと大人もすべてこうインボルブしながら、こうどんどんこう関心を高めていくっていうのは、こう社会を変えていくのにとても大切なことなので、はい、ますますちょっと子どもたちには期待したいなと思います。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、本日は未来ドラフト2020、私と難民がつながるアイデアコンペティション、オンライン決勝大会、最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからもこの未来ドラフトをより良いイベントにしていくために、ぜひアンケートにご協力をお願いいたします。アンケートお答えいただく時間、今少しだけ取らせていただきますので、はい、この間にピピッとクリックしてみてください、はい、今回はこの決勝大会実施さえ危ぶまれました。そうでした ね、新型コロナウイルスという新たな、事態によっていろんなところが大きな影響を受けましたけれども、こうしてこの最新の設備で実現することができましたのには、コナミグループの多大なるご協力あってのことでした。こちらの会場、 e スポーツ銀座スタジオ、こちら2020年今年の1月にオープンした e スポーツのための最適な設備
と聞いております、はい、会場提供それからテクニカルサポートまで多大なご協力いただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではここでオンラインではありますが皆さんと記念撮影をしたいと思います、はい、どうぞあ映りましたね皆さんと共に木内さんももう一度壇上に上がっていただいて皆さん今日最高の笑顔を準備してください。そうですね。これあ、はい、はい、ここでこの辺りこういう感じですか。初めてです、こんな記念撮影それではですね、この後毎年恒例のポーズなんですが、難民となった方々の明るい未来に願いを込めて拳を高く上げて言ってくださいね。3、2、1で、おーで拳を上げてください。いいですか。あ、ここで失礼します。ここですね、はい、あ、こちら失礼しました。緑、坂井さん、はい、こちらに大丈夫ですか。いいですか。いいですか、皆さん。はい、はい、それではいきます。3、2、1、おー。皆さん声が聞こえないとなんとなく盛り上がらない気持ちもよくわかりますけれども、ね、盛り上がりが心の中で大声、ね、大丈夫ですか。もう一回、皆さんもう一回ですね。もう画面から飛び出しそうなぐらいの声をそこで行きますよ。3、2、1、おー。はい、ありがとうございました。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 可愛い声が聞こえましたね。それでは以上をもちまして、未来ドラフト2020、私と難民がつながるアイデアコンペティション、最後までご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オンライン決勝大会閉会とさせていただきます。坂井さんも最後までありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。